緒に暮らすために。こんにちは、レルです。ご無沙汰してます、ジョージャンです。そういえば、すごい久しぶりだよね。僕ら、年齢がすごく悪いからね、たまにしか動けないんだよね。レルは、休み半分じゃないってことだね。お腹が回ってる、レルにしよう。今日は、何曜日かな。知ってみよう。数学の、ジュンピリーのオーラリードは、レルのプロジェクト、第一作がリリースされたり、つまり、レル記念日です。へぇー、今年で50年なんだってさ。結構年取ってるだね。僕らも何かお祝いしてあげなきゃね。そうだね。はい。何？今のお祝い、それだけ？これがレルの全力だったの。なんかレルが新鮮男子になった時の方がまだ腕だったけどね。まあ、それは置いといて、僕からは50年を記念して、年齢に関する重大発表がいくつかあるよ。あ、ゼロじゃ見えちゃう？アンドロイドのボディケース。それじゃあ、レイ君には売りをやってもらおうかな。はい。重大発表その1、年齢公式クリアワイル発売。いつでも40年記念の時にシンクルさんが買うです。つらい合わせだね。ほらでもこのデザインならフラスが出やすいんじゃないかな。フラスでも今回のために課金をしたいです。かわいい、ゼロちゃんもかわいいね。お、ありがとう。ちなみにこれを問題にこのコーナーです。100枚注文しましょう。中間取引をするつもり？しかし、これでレルとゼロちゃんもグッズだな。嬉しいね。いくらいるのかな。どうせ、証だからどうならないんじゃないかな。さすがないよね。それじゃあ、次の発表に行こうか。はーい。重大発表、その2。あ、シールも出すんだ。これもこんな感じになってます。物みたいなものばかりなんだね。これなら裏を使ってるものにとってもあまり難しくないかもね。一部分のデザインは趣旨順で並行されてるけど、あまり気にしないでね。大人の事情だね。このシールは先ほどのクリーマーでもすでにブーズさんにて販売されていると思います。独占メールに販売サイトリンクが載っているので、お求めはそちらからよろしくお願いします。ゼロはどれぐらいあるのかな。制作者さんいわく、行こうとしたのでマジでよろしくお願いします。だってさ、バカじゃないの。来月あたりには手錠がある方にでも乗っかってるからね。スイラだけ買ってみてね。売り上げは僕たちの燃料にもなるんで、どうかよろしくお願いします。それじゃあ重大発表そのさ、公式アクリル液を買いだ発売予定。まだグッズですが、はい。それに予定ってどういうこと。制作日が足りなかったんだって。あ、それじゃあ重大発表そのー、公式ナインクラブ発売予定。まだ予定ですが、なんか隠れが多くて大変なんだってさ。へぇ、ちなみにこんな感じのスラープになるみたいです。スラープだな。スラープって1セットで40個くらい作れるらしいから、お、素敵なかけるじゃん。で、大太郎がプロ好きだったみたいだね。バカじゃないの。けど、審査がどれかわからないから、発売できるかすらもわからないんだってさ。発売できなかったら、このお話は何かに流用されるのかな。あまり
同じ情報もないよ。次、ジュラビア最高。今度は上位ですよ。あ、サウンドトラック CD 無限でない世界オロで後ろに消えて、ああ、これは異常だね。ご要望の頃を多かった音楽 CD がようやく後ろ消えてるぞ。消えてるぞ、消えてるぞ。そうじゃなかった、よかったよね。いつ見てドラムでタイトルにある表ってどういう意味？実はこの CD とは別に次となるもう一枚の CD を発売する予定らしいです。本でも曲音時ボルーがこの CD に収録され、もうボルーがもう一枚の CD に収録されます。なんでそんなめんどくさいことしたの？さて、なんででしょう。いやと、容量、はい、はい、レイ君が容量が足りなかった。正解、やった。正確に言うと、ダウンロード動画もするけど、せっかくなら CD もすればなしので、 CD も容量的に2枚になりそうらしいです。2枚組ってわけじゃなくて、2枚で随時入れるんだね。ちなみに、オーデンの曲だけじゃなくて、この CD のために作った新曲や補助曲をいくつか収録するらしいよ。ああ、それは嬉しいね。あと、ちょっとしたストーリー事情ブックレットがついてくるみたいだよ。実はそのストーリーはレイ君たちもツルムが手伝われてるんだよね。ねえ、さてさて、それではそろそろかな。みんなも待ってるあれの今日はジュラヤンビアサウンド。あれ、以上です。ジュラヤンビアサウンド。ありません。あれ、おかしいよ。レベルシリーズ新作のレベルの情報がないよ。それについて制作者のチークスさんからビデオレターが届いてるよ。今時 VHS ですが、なんでもレベルカメラの紹介映像らしいよ。あ、なんだ、あるじゃん。それじゃあ早速見てみようか。はいはい。皆さんこんにちは、はじめまして、レーンプロジェクトの制作者のジンクスと申します。英語でも言った方がいいかな。 Hello everyone, I'm Jinx. I'm a creator of Leen Project. イエーイこれ以上やると英語できないのバレちゃいそうなんで、この辺でやめときます。今回は現在制作中のゲームレーンカフェのカフェ画面を、制作途中ですが紹介してみたいと思います。さて、それじゃあ早速紹介に入りましょう。今見えてる画面が、カフェ画面なんですが、ここに突っ立ってる3人、これが店員さんです。ここね、触ってみると簡単なステータス画面が見れます。まあまだ制作途中なんで一部のステータスしか見れませんが、お、そしてこっちの机の方を見てみると誰かが勝手に座ってますね。これが、お客様です。お客様飢えてます。美味しい食べ物を所望してます。あんまり待たせるとあれなんで飯をお見舞いしてやりましょう。こっちの端っこの方に置いてあるのがカフェの三重師です。左から流し台、配膳台、台所となってます。それでは店員さんを選択した状態で台所をタップすると、このように料理メニューが開かれます。ここにいくつか料理が並んでいるので、この中から作る料理を選択します。まあ今はこれしかないですが、今後ももっとたくさん料理を追加していく予定です。それじゃあ今回は先日ハロウィンでしたし、これでも作りますか。ハロウィンケーキ、なんかここに書いてありますけど気にしないで作りましょう。調理数は200個で、調理時間300秒、5分かかりますね。それでは調理開始。
すると店員さんがテクテクテクってこんな感じで歩いていきます。ジューってね、こんな感じで調理が始まります。完成まで5分かかるので、まあゆったり待ちましょう。いやー、のんびりしてますね。こんな感じで BGM ものんびりしたのを作ってみたので、時間がゆっくり進んでいく雰囲気の中で、まあ皆さんにはまったりと旅共感していただけた料理ができました。それじゃあ店員を選択した状態で料理を開始しましょう。はいはい、歩いて歩いて、回収すると配膳台に料理が置かれます。するとなんと全自動で店員さんが料理を運び始めます。そして全自動で店員さんが机に料理を置き、その後全自動でお客様が料理を食べ始めます。素手でモリモリいってます。で、全自動でお客様が料理を食べ終えると、全自動で店員さんが残った皿を回収し、からの全自動で店員さんが皿を流し台に運びます。こんな感じで全自動カフェ運営ゲームとなってます。基本的には放置しながらのんびりと眺めるなり、他に何か作業とかするなりしつつのプレイになると思います。ゲームを閉じてる間でもある程度自動で運営される機能にはしたいと思ってます。あ、流し台にお皿が溜まってますね。これはお皿洗いの指示をしときましょう。テク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 と向かってます。お皿洗いも大変ですからね、時間もかかりますし、せっかくなんでまたこの間に料理を作っておきましょうかね。次はじゃあこれでいいですかね、かき氷。じゃあ調理開始。ちなみに、料理の残り時間は台所をタップするとこのように分かるようになってます。こんな感じで役割分担しつつカフェを運営していくことになると思います。店員さんには様々なステータスがありまして、それぞれ得て増えてみたいなものがあります。うまく分業をして適材適所に店員を割り当てるようにすると効率的に運営できると思います。さて、次はレイアウトについて説明しますね。さっきから見えてますけど左上にレイアウトボタンがありますね。まだ制作途中なんで四角い枠に文字だけと、まあなんとも味気のないボタンですが、このボタンを押すとレイアウトメニューが開きます。この画面で机や台所などの移動や設置ができるようになります。こんな風にね。ディーン、机をディーン、椅子をディーン。椅子は机のある方向に向けましょうね。こんな感じで、机と椅子は設置できます。配膳台や流し台とかも自由に設置できます。床も自由にこんな風にレイアウトできます。ポッとね、ポッと、これは畳ですかね。ポッとね。壁もこんな感じで、窓なんかね、つけてみたりね。ポッとポッつってね。こんな風にね、店の内装は自由にレイアウトすることができます。ちなみに背景はこんな感じになってます。なんか妙な建物なんかが見えますね。こっちの方には道路みたいなものもありますね。背景や BGM はいろんなパターンの中から選択できるようにしようかなって思ってます。店の大きさも今はこれぐらいですけれども、プレイしていくうちに徐々に大きくなっていきます。この背景を見てればどれぐらい大きくなるか予想できるかもしれませんね。さて、このカフェ画面ではお金集め、経験値稼ぎ、その他にもいろいろと目的がありますし、まだまだいろいろと機能があるんですけど、すべて説明するとなると長くなりそうですし、まだ制作途中の部分もあるので、また今度にでも紹介させていただきますね。それでは最後となりましたが、皆さんには一つお詫びをさせていただきます。こんな感じでいろいろと作っていくうちにですね、どんどんと作業量が増えていきまして、
スマホで動かすということもあって CPU 負荷とかメモリーやアプリサイズなどできる限り抑えるようにしたのですが、その作業がとても時間がかかりまして、まあその苦労もあって現在はだいぶ動作も軽くなったんですが、慣れない環境での初めてのアプリ開発ということもあって随分と時間がかかってしまいました。本来なら今年中にベータ版を公開しようと思ってたんですが、どうもそれは無理っぽいです。ごめんなさい、皆様には大変長らくお待たせさせて本当に申し訳ありません。その分クオリティアップを目指していくつもりなのでどうかご了承ください。いやー、まだまだやることもたくさんありましてね、家具や内装の絵とか、エフェクトとか、音楽とかも使わなくちゃならないし、キャラクターもどんどん作らなくちゃならないのですが、そのキャラクターも骨格から作り直そうかなと思ってまして、その後アニメーションも作り直しになるし、それに付随してプログラミングも調整し直して、はあ、こうなりたい。さて、それじゃあ僕からの紹介は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。まったねー。いろいろ言いたいことがあるんだけどさ、一つだけ言っていい？いくらでもどうぞ。お客様、食べるのは危ない？そこ？さて、今回の動画はお別れの時間ですね。今回はたくさんついてつまるよ。レイ君も大学校でもいずれ続きにやらなきゃね。けど、ゲーム時間がまだできてないじゃん。いろいろ作ってて、なかなか手が回らないみたいだね。レイ君たちがお手伝いできればいいんだけどね。まあ、忘れたわけではないので、皆さん、気長にお待ちください。レイ君もご丁寧ではないことだし、レイ君たちももっと活動を多くしていたいね。そうだね。皆さん、今後もよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画まで。またねー。にゃーって言わなくていいの？あ